ナンバーオークで一人昼飲みはしご酒をしました。ポテトサラダは卵やお野菜の具が存在が大きくて美味しかったです。ナンバーステーキは脂身が多くジューシーでキャベツがカレー味で美味しかったです。ビールの次は冷酒です。店員様がすごい優しくて感謝です。イカウニ合いは日本酒にぴったりで美味しかったです。次のお飲み物は寒気候日本酒1号296円でちょっと節約しました。白菜とベーコンのクリーム煮、優しいお味でお酒にもぴったりで美味しかったです。これ注文してるお客様多かったです。すごくいい雰囲気の立ち飲み屋さんです。一人飲みに嬉しい焼きそばの小サイズ。焼きそばといえばビールかハイボールの組み合わせが好きやってんけども、今は焼きそば冷酒も大好きです。めっちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。優しすぎてめっちゃ良かった。また行きたい。今度素晴らしかったなんて。黄昏れてる姿の撮影練習をしました。この火を三脚にしてこぼしたらあかんから、これ使います。過去の動画でも会津屋さんの動画何個かあるんですけど、やっぱりここのたこ焼きは大好きです。ここのたこ焼きも大好きです。たこぶつが200円で食べれるのもすごい嬉しい。もう一杯のハイボールのつまみ追加します。すじこん300円。すじ肉とこんにゃく、これはどんなお酒でも合うと思います。ここから上に上がります。今日はナンバーオークで2時間ちょっとぐらい一人飲み2軒はしごだけさせてもらってんけど、すいません。あ、めっちゃ明るい、ビビった。アイオーバス筋商店街、こんな感じです。日本橋から帰ろうか。裏ナンバー、パティウム激寒でも味わおうって。
シンズキッチンさん、行ってみたいスパイスカレー屋さんです。ちょっと奥を探検します。ここの水タバコのあるお店、すっごい入りたくなりました。気になりました。外からお店の中がわからないので入れませんでした。しかしすごい気になって、またもう一度お店の前に来ました。入る勇気がなくて尻尾を巻いて退散しました。すごい下手いです。これ見てたくなったし、でも行ってみたいし。電車で寝過ごして気づいたら知らない街に、 Google の履歴でここにいました。すごく便利な世の中に感謝です。あと10分後にライブ配信行います。卵豆腐とローストビーフ叩き切って並べたオードブルと焼酎ハイボールです。ちょっと緊張してます、久々やから。配信で楽しい時間ありがとうございました。最後らへん酔っ払ってんけど楽しかった。すぐ寝てコンビニにも行かずぐっすり眠りました。で今日は休館日っていうことで、これ食べたら動画編集してアップさせてもらいます。その後は結局ローストビーフはカレーになりました。もうレッドやめて、すごい傷。玄米と白米のハーフ&ハーフ、それとこれで晩ご飯いただきます。いただきます。結局今日は編集したり TikTok のダンスショートムービーでちょっと1回ぐらいチャレンジしたく、期間限定やねんけどアップさせていただいて、ちょっとコメントを返事させていただいたり、ちょっとゆっくりしたり編集したりで、まあ、夕方の5時で結局家に出ずで、これ食べてから編集してアップさせていただこう。今日は引きこもりの1日っていうことです。いつもありがとうございます。